どうも、皆さんこんにちは。チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンと、またね、ヒルトンホテルが今現在ですね、宿泊実績2倍キャンペーンね、やっておりますけども、こちらがですね、今月いっぱいで終わるわけなんですけども、2023年1月1日からですね、新しいキャンペーンをね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで今回ですねポイント購入のキャンペーンとヒルトホテルのね新しいキャンペーンね解説していきたいなと思うんですけどもポイント購入に関してはですねもう毎回のようにね言っておりますけども今ね円安がかなりね進んでいるっていうふうになりますんでポイント購入してホテル泊まるのと現金決済ねどちらが安いのか比較していただいてポイントを購入してその方が安いのであればですねぜひね利用していただければなと思いますまたねヒルトンの新しいキャンペーンについてはですね2023年以降はですねちょっと どうなるのかななんていう風に思っていたわけなんですけどももうね1月1日からねキャンペーン開始になるっていう風になりますんでヒルトンホテルはね本当にキャンペーンがねずっとやっているんでねありがたいですね。ということでヒルトンホテルねこれから利用する予定のある方はですね是非ね最後までご覧いただければなと思います。 それではまず、ヒルトンホテルポイント購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンですね。こちらね、一応最大100%ボーナスということで、もしかしたらですね、人によってはね、こちら85%とか90%とかね、100%下回る方もね、いらっしゃるかな、なんていうふうに思いますので、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。こちら期間がですね、2022年の12月の7日から、2023年1月1日13時59分までっていうふうに、 なります。こちらね、日本時間に直しておりますので、公式サイトはね、ちょっと時間が違いますん、ね、で、この点はね、ご注意ください。で、今回の特典はえ、ポイントを購入していただくと、最大100%ボーナスポイントキャンペーンということで、最大ね、100%のボーナスがね、もらえるっていった形になります。で、ポイント付与時代は、えポイント購入後48時間以内にね、 アカウントに付与されるって言いたがになっておりまして、ヒルトンホテルはですね、年間ね、8万ポイントまでしか基本的にはね、購入できないっていうふうになってるんですけども、こういったね、キャンペーンの時はですね、これね、結構撤回されたりいたしますので、こちら人によってね、多分違うと思うんですけども、もしかしたらね、16万ポイントまでとかね、買える人も中にはいらっしゃるかな、なんていうふうに思いますので、購入画面ね、チェックしていただければなと思います。で、いつも通りですね、私の方でポイントのね、単価を出 させていたただきました先ほどのドル円のレートがね1ドル136.75円ということでこのレートでね計算させていただいておりますでですね6万ポイントのねところを見ていただきたいんですけども6万ポイントを購入すると100%ボーナスがついて合計12万ポイントですねこれが600ドルでね購入することができてこれが日本円のレートでね計算すると8万2 0と50円でこれに外貨決済手数料2%を入れると8万3600 1> 1円ということで1ポイントの単価が円ですねこの外貨決済手数料2%っていうのはクレジットカードによってね違うわけなんですけども、まあ、こちらねヒルトンで利用されている方はねこちらで購入される方が多いかなと思うんですけども、まあ、アメックスの場合はですね外貨決済手数料ね2%っていうふうになっておりますんで、まあ、大体このぐらいの金額になるかななんていうふうに思いますのでこちらね組み込ましていただきましたまあこれを考慮すると1ポイントね0.69円で購入することが できるっていってた形になりま,すまあ6万ポイント購入していただけば合計12万ポイントっていうふうになりましてそれが8万3,691円でね利用することができるのでまあこれで購入していただくと大体のねスタンダードルーム特典で宿泊できるホテルはね宿泊することができるかななんていうふうに思いますのでまあ日本国内でいうと6京都とかね11万ポイントでね宿泊することができてまあ結構ね8万3,691円まあこれより上回ってくる部分もね結構多いかな なんていいううふうに思いますす、まあ、それ以外だとですねなかなかねこのポイントを購入して国内でお得に利用できるっていうのは本当にスーパー繁忙期ですね夏休みとか年末年始とかね3連休とかまあそういったところであればねお得に利用できる時もねあるかななんていうふうに思うんですけどもかなりね限られると思いますまあそれ以外だと、まあ、海外ですねニューヨークのコンラッドであったり、まあ、モルジブのヒルトンだったりモルジブのウォルドーフ・アストリアだったり、まあ、海外で利用する分 にはですね結構ねお得に利用することができるかななんていうふうに思うんですけどもまあ現金決済とポイント購入してねあの利用するのとどっちが安いかね是非チェックしていただければなと思いますそれでは次にヒルトンホテルのね最新キャンペーンですね公式サイトこんな感じになっておりましてダブルアップエクスプローラープロモーションということで期間が 2023年の1月1日から2023年の4月の30日までっていうふうになります。こちらエントリー必須っていうふうになっておりまして、概要欄に公式サイト載せておきますので、確実にね、エントリーしてください。で、得点ですね。得点はダブルポイント、プラスですね、異なるブランドのホテルに滞在ごとに1000ポイントがね、もらえるキャンペーンっていうふうになります。で、こちらポイント付与がですね、滞在完了後、6週間から8週間後っていうふうになって おりますで今回のねキャンペーンはダブルポイントとまた異なるブランドに1滞在ごとに1,000ポイントということでまずねダブルポイントの方から解説していきたいと思うんですけどもヒルトンホテルのねこういったダブルポイントのキャンペーンっていうのはヒルトンホテル、ね、宿泊していただくと、まあ、いろんなポイントがねもらえると思うんですけども今回のこのキャンペーンでダブルポイントになるっていうのはベースポイントっていうものだけがですねダブルポイントになります。 で、ベースポイントって何ですかっていう話なんですけどもえ、こういった形になっておりまして、まずベースポイントっていうのは、対象となる客室の支払い金額1ドルにつき10ヒルトンオーナーズポイントがベースポイントとして獲得することができます。で、対象となる客室の支払い金額っていうのはですね、ヒルトンホテルに滞在した時に、客室料金とその他部屋付けにした料金、こちら、ルームサービスを含むっていうふうになるわけなんですけども、これが1ドルごとに10ベースポイントがですね、 獲得することができるっていった感じになるんですよねですのでヒルトンホテル泊まるとねいろんなポイントもらえますけどもまあ、全部が全部ね2倍になるわけではございませんのでこの点はね注意していただければなと思いますまたね異なるブランドに1滞在ごとにね1000ポイントがもらえるということでヒルトンホテルのねブランドがこういった形になってるんですよねゴールドオフアーストリアからエレックスールコンラッドキャノピーヒルトングランドバケーションまでねあるわけなんですけどもまあこれのね ホテルブランド1ブラランンンンンドドごとににポイントはねもらえるキャンペーンっていう風になりますですので一つのねブランドに対して1回しかもらえないっていうふうになりますんであの同じホテルブランドに、ね、2回目泊まってもこの1000ポイントはねもらえないっていうふうになりますんでこの点はね注意していただければなぁと思いますで今回のキャンペーンはねポイント宿泊で宿泊した場合どうなるのかっていう話なんですけどもこちらね対象っていうふうになりますんで、まあ、ベースポイントとかねあのポイント宿泊すると ほとんどね付与されないと思うんですけどもこのの異なるブランンドのポイントありますよねこちらのキャンペーンに関してはポイントで、ね、宿泊した場合であってもねもらえるっていう風になりますんでこの点をね覚えておいていただければなと思います。 ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入最大100%ボーナスポイントキャンペーンと新しいね、ヒルトンのキャンペーンで解説させていただいたわけなんですけども、いや本当にね、ヒルトンホテルは誰でも参加ができるね、キャンペーンを途切れなくね、やってくれますんで本当にありがたいですよね。マリオットもね、キャンペーンがちょこちょこあるんですけども、対象者限定のキャンペーンがね、 今年までね、いろいろキャンペーンね、やってきましたけども、来年以降ね、宿泊実績2倍キャンペーンとか、下駄履きとかあるんですかねちょっとね、今んところそういったね、情報は入ってきておりませんので、まあ、ステータスの延長っていうのはね、もうないと思うんですけども、まあ、来年以降ね、今までヒルトンホテルっていうのはコロナのね、特別対応で、宿泊実績ね、半分でステータス取れたりね、今年もしており あましたけども、来年以降どうなるんですかね？ちょっとここら辺もね。気になってるところなんですけどもまあ、現時点ではね。まだ情報入ってきておりませんので、またね。話がありましたら動画ね作りたいと思いますのでぜひね。チャンネル登録しといていただければなぁと思います。ということで、今回の動画ね。こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ